若い時に家を買っておくっていうのは一つその資産形成っていうのがやりやすい。でも俺はこのギミックのために金を払うのはムカつくんでやりたくないなって。プレイさんはやっぱりご本人が天才肌なんでマス向けじゃないんですよね。川村流投資術、具体的にこれ32歳の時にまずマンションを購入したということなんですけど、これでいかがでしょうか。そうですね、ここは堀江さんと完全に意見が分かれるところなんですけれども、まあ、個人的にはこの世の中が資本主義で回ってる以上、資産っていうのはだん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 大きくなっていくというかですね、株主が儲かる仕組みになってますし、最終的にはですよ、本当に長い期間を経て株主が儲かる仕組みになってますし、資産が儲かる、資産がこう稼いでくれるし価値が上がっていくような仕組みになってるって考えた時に、若い時に家を買っておくっていうのは一つその資産形成っていうのがやりやすい。例えば30歳ぐらいで買った家が60歳ぐらいになった時に、まあ倍になってるとか、そういったことですね。ただ一方で堀江さんがいつもおっしゃってるみたいに、家を買うことによって縛られるじゃないと、ライフスタイルが。それも本当にまさにその通りなんですよ。なので家を買うときは必ず、流動性の高いものを買います。そして、人に貸しやすいもの、たくさんのマーケットがね、大きなマーケットがあるところの層のものを買う、それからそうなんだけれども最悪自分でも住める物件を買う、そうすると自分が使わないときは貸しておいて、でももうなんか世の中とかがすごく悪くなって自分もすごく貧乏になったときに、まあ家はあるやっていう感じで二通りのパターンが得られるので、私は買った方がいいと思う派です。なるほど、これはこれでまた説得力がありますね。はい、じゃあもう一個、じゃあこれ保険は入っていった方が良い派っていうのがあるんですけども、はい、これも堀江さんとか逆のことを言ってたりするんですが、そうですね、こちらもちょっとぜひお伺いしたいかな。個人的にはですね、保険は若いうちに入っておくと、心配しないで今も持ってるお金を使えるんですよ。みんなね、結構将来病気になるかもしれないとか何かなるかもしれないとお金貯めがちなんですね。だけど手前のお金って将来のお金よりも価値があるので、若い時にお金を使ってほしいんです。そのために保険は今のうちに入っておいて、そこはもう忘れて持ってるお金を使ってくださいってことです。まあ、保険もいろんな保険があるわけですよね。はい、どっちかというと資産形成型の保険だったりとかするわけです。まあ、それだったらその方が資産形成もできるけど、ただ資産形成にフォーカスするともっといい商品があるので保険じゃないんだけど、どっちかというとその心配を取るための保険ですね。まあ、一つはだからその保険を入っておいた方が良い派っていうのは、そのマインドの問題ですよね。だから僕なんかはマインド変えればいいんじゃないって思っちゃうけど、確かにマインド変えられないやつはいるよねっていうところの一つのなんかギミックなんじゃないですか。でも俺はこのギミックのために金を払うのはムカつくんでやりたくないなって、自分でマインド変えろよって思っちゃうから、保険なんか入んないでいいっしょってなっちゃうわけですよ。で家の話もそうなんだけど、まあ、結局レバーかけられますよね、レバレッジかけられますよねっていうのが、要は借り入れ、金融機関金貸しやすいんで家を買うって、だから自分が持ってる資産にレバレッジをかけて要は投資ができるから資産形成しやすいよねっていう話を多分してるんだと思うんですけど、で流動性が高いところだったら売りやすいし、相場もそこまで激しく変動しないしっていう、例えばだからよくあるのは都心のもう中古のワンルームマンションとかは資産形成はしやすいよねっていうふうなことで結構不動産投資やってる人も多いですよねっていう、多分そういうことなんだと思いますが、僕はだったらベンチャー投資した方がいいし、なんなら自分で会社作った方が早いよねって、まあ僕は思っちゃうからそっちをおすすめするんですが、まあさっきのマインドの問題でやっぱ組織に入った方が安心だみたいな風に、まあ僕はよく分かんないんですけど思っちゃう人が多いよなっていう。プレイさんはやっぱりご本人が天才肌なんでマス向けじゃないんですよね、今おっしゃってることがそう、でもねそれはね分かるよ。だから川村さんのサロンと、僕はだからそんな僕のそういうフロアはある程度一定で絶対頭打ちになるんですよ。でも、まあ、堀江さんの言ってることでやっぱすごい言ってることは分かるんだけど、さっきおっしゃったみたいになかなか一般の人はできないって時に、こういう考え方が上位概念にあって、実際やる時は家を買ってフルローン組んでっていう資産価値の高い家を買うっていう方を選択する人が結果多くなるっていうことなのかもしれないですね。
その方が多分マス向けだと思います、はい、何なんですかね、あの不動産投資をすごい頑張っちゃうのみんな、なんかあれですかね、あの不動産なんかみんな好きですよね。まあ、不動産のいいところってあのこう安いコストでレバレッジがかけられることだけですよね。まあ、だから要は担保、銀行が担保で、あの不動産担保で融資をしてくれるから、本当はあの不動あの住宅ローンと同じぐらい の、うん、あのこう例えば利率でお金を借りることができるんだったら、それでこうマンションなんか買わないでリートでも買ってる方がいいですよね。まあそうですよね、うん、でも借りれないですもんね、その場合はね、なかなか借りれないですよね。まあその不動産っていうことになるとどうしてもそのこ、まあ、仲介の手数料も高いし、うん、例えばまああのコロナで失業したから3000万あるマンションのうち1000万だけ金が欲しいと思っても3分の1売るっていうようなこともやりにくいし、うんうん、あんまりいい運用対象には見えないですよね。そうですよね、だからレバーかけられるぐらいですよね。だから要は素人がって言ったらあれですけど、はい、何の信用もない素人があの簡単に何倍かのレバレッジかけられてその実質の利回りが良くなりますっていう、まあ、結果的にこのレバレッジをかけて失敗しないで、うん、ああのなんとかなりましたっていう人がこう、まあ、リッチになってるので、うん、そう、その裏には膨大な負けてる人たちがちょっとずつ損してる人たちがいっぱいいるんです。いやいや、でもやっぱりね、うん、流動性がないし、うんうん、まあ田舎の物件なんか特にそうですけど、 すぐに減価しちゃうし、空き室リスクもありますしね。ただこう なんていうんですかね、こうお金持ってない人がやっぱりこう投資なんかしても負けちゃうみたいなことをこうあんまり思う必要もないと思うんですよね。ただこう別にこうあの何兆円持っててもあるいはこう何百万しかなくっても同じあのポートフォリオを持てば同じリスクとリターンになるので、でこうじゃあお金をたくさん持ってる人が特別いい投資機会を持ってるかっていうとそんなことはなくって、うん、こういわゆる富裕層みたいなものにこう憧れて変なものに騙されないでほしいなと思いますね。テッサと申します。お願いします。めちゃくちゃ株で稼いだ、取れた。まあまあ株をやってまして。テッサさんはさ、はい、いつぐらいから投資始めたの？僕は本当ライブドアショックの前ぐらいからで、もう17年ライブドアショックの前から勝ち続けてんの？やべえ、はい、最初買った株何？一番最初ですか、セガサミーです。うーん、もうだいぶ前ですけど。なんでセガサミーか。僕あのパチンコとか好きだってやってたんですよ。あ、そうなんだ。から入ったんで、パチンコで解析する人に近いかもね。いやいや、これ麻雀とかポーカーと一緒でさ、要は競馬とかでもそうなんだけど、競馬とかでドームとかいるじゃん。でドームとかやっぱり一番儲けるわけ、はいはいはい、だから競馬とかで 25% 取ってくし、はい、宝くじで 50% 取ってくから、はい、絶対勝てないわけ。勝てないですよね。なんだよ、ポーカーとかって麻雀は非合法だけど、ポーカーは合法でやってる国あるじゃん。そこ行くと回収率 100% 超えられんだよ、うんうんうん、あの戦略を立ててちゃんとやれば、うんうんうん、麻雀もちゃんと合法でやれれば勝てるやつは勝てる。パチンコも本当は道元が取ってくんだけど、ローカルには勝てんだよ。店単位でやると、店単位で言うと勝つやつと負けるやつって言って勝つやつが絶対いるんだよ。なるほど。でそういうやつが中小型株みたいなところに行くのは、まあ、すごい理解はできる。ライブドアショックはどうやって乗り越えたんですか？ライブドアショックの時はだからデイトレだったんで、うん、だから持ち越しなかったんですよ。おお。でももうすごい景色でしたよ。その当時のライブドアっていう会社があって、うん、その時はもうすごい勢いだったんですよ。もう取り消しが生じますからね。取り飛ぼうとす勢いのもうすごい企業があって、でその株をみんな持ってたんですよ、うん、もう好きだから、もうすごい上がっていってたから、だからその中でライブドアの、まあ、とある、まあ、社長が急に捕まったんですから、ね、そしたらその会社の株を持ってる人はみんな怖いじゃないですか、うん、だからすごい売ったんですよ、はい、でもその時にみんなそのライブドアの株人気だから持ってたから、他の株もその人たちは持ってるじゃないですか、うん、だからこれがすごい下がるともうお金が現金化とりあえずしなきゃいけないから、うん、他のもって全部売ることになっちゃう、うん、でそれを売ったらそれを持ってた人もまた損するから、その連鎖反応が起きてでパニックになったけど市場が、うん、で東証も止まり、その東京証券取引所っていうのも止まり、もう今まで一回もそんなことなかったのに、うん、その後リーマンショックあったでしょ。はい、あれどうやって切り抜けた？リーマンショックの年も僕はプラスだったんです。まだデイトレだった。まだデイトレだった、助かりまして。リーマンショックとライブドアショックどっちかだよ。いや僕はやっぱりライブドアショックの方が、あのリーマンショックの方が下落率とかすごかったんですけど、ライブドアショックの方が始めたばっかりだったんで、もうあの光景忘れない。もう全部がストップ安、朝から張り付いてたんですよ、全部の銘柄が。すごいね、全部の銘柄が張り付いてたんで、もうとんでもない地獄絵図でした。